皆さんこんにちは、野草会チャンネルの皆さんこんにちは、野草会、マネージャーの石村です。野草会メンバーの上野彩人と申します。はい、今日はですね、埼玉県蕨市にて映画恵みの誓いの、上映会をねやっております。2時からの部と5時からの部2回ありまして、両方ともほぼ満席という形でね、盛り上がっておりますが、はい、1回目の、上映会は彩人君も見てくれたと思いますけど、いかがでしたか？いやもうこんな辛いことがあるのかっていうのがもうバンバン心に来てしまって、はい、マスクつけてたんですけど、それが全部涙が濡れました。そうですね、はい、もう本当にたくさんの方が、2時の会も見てくれて、非常に感動とね関心を持ってくれましたので、この回も非常にたくさんの方にね感動を与えることができると思います。そして一人でもねたくさんの方に拉致問題を認識してもらって、解決に向かってもらえると思います。はい、でこれから監督と、松村さん、それから見に来てくれた方々にですね、コメントなどを見たいと思いますので、やってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会を見てくださりありがとうございます。横田めぐみさんを演じさせていただきました、夏希です。本当にずっと感謝しかないなと、1個前のお昼の会でもずっと思っていたんですけれども、本当に今も感謝の気持ちでいっぱいで、クラウドファンディングに協力してくださった皆様、そして蕨駅でも撮影があったんですけれども、そういった撮影にご参加してくださった皆様が多分いらっしゃるかなと思うんですが、そして救う会の皆様、本当に皆様の力なくしてはこの映画は始まれなかったと思いますし、私がこうして、携わらせていただくこともできなかったんだと思うと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして完成した作品を今皆様とこうして見れたこと、もう本当に、嬉しく思いますし、そして何よりもこの映画を広めることも、一つの、なんていうんですかね、一歩としてもあるんですけれど もう何よりも早く皆様日本に帰ってきてほしいっていう思いで本当にいっぱいです。今日は本当にありがとうございます。横田早紀江さん役を演じました石村智子です。今日は皆様、雨の中ありがとうございました。浦和駅や蕨駅の署名活動のシーンもご覧いただいたと思いますが、その時に一緒に出演してくださった方も今日たくさんお見えです。またツイキャスや YouTube などでずっとこの拉致問題を取り上げて、ボランティアで活動していらっしゃる方もお見えです。何年も何十年も街頭に立って署名活動をされて、また何年も何十年も毎週毎週ツイキャスや YouTube を上げるということは本当に大変なことだと思います。頭の下がる思いです。皆様と一緒にこの完成を見られたことを本当に嬉しく思います。これからはこの映画をずっと広めていくことはもちろんですけれども、また舞台劇として来月から、鳥取青森を回ります。そして来年2月には埼玉県でも上演を予定しておりますので、またその時にお目にかかれたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。劇場公開と、ネットによる配信を今準備をしております。遅くとも来年2月にはスタートしたり、もっと早くできたらいいなと思いながら、今多分もう少しできちんとしたことが申し上げられると思いますけども、やっとスタートです。ぜひ、見ていただいたから見ていただいてからですけども、本当に拉致問題や北朝鮮の問題をきちんと伝える内容になっております。その上で映画としても今までは見たかったから大変ご評価をいただいております。なんとかこの映画を映った時の目標である拉致被害者の奪還、これに一つの目標に向かって頑張っていきたいと思っております。一部被害者の奪還なんてじゃなくて、
噴火を止めればいいみたいなことをおっしゃる方が今でもいらっしゃるんですね。私もは噴火を止めるために映画を作ろうとしているわけでもなく、そのために皆様からご支援いただいているわけでもなく、被害者を取り返すためだけです。そのことに向けて頑張っていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。6月の5日でしたかね、横田茂さんが亡くなって、その後みんなが期待していた安倍さん、安倍首相が、辞任なさるというニュースが入って、関係者は割と意気消沈した部分もあるんでしょうけども、逆にね、甘えがなくなっていいのかなって気がします。家族がかわいそうだからそれを手伝うという意識じゃなくて、我々自身の日本人の問題としてこの問題に関わって主体的にやっている、で安倍さんに頼るのではなくて、なんとか自分たちが何とかしなきゃいけないということを決意するにはいいきっかけになったのかなと思います。それでこの映画をですね、恵みへの誓いというタイトルはそうですけども、それは象徴的な意味で、13歳で拉致された恵さんになってますけども、できるだけ、特定失踪者と言われる、政府はなぜか認定していない、認定すると面倒くさいかもしれないけども、していない人たちにも焦点をなるべく当てるようにしました。で具体的な脚本作りの中では、藤田進さんのことを週刊現代の昔、週刊現代に書いた人がいたんですけども、西新井病院ですかね、西新井病院ってことがね、ちょっとね、危ないところなんですよ。その病院で拉致されたというのを、そのままでなくてね、藤田さんそのままでなくて、同時に当時印刷工が偽札作りのために随分拉致された、その辺をミックスして役を作ってみました。それから、シンガーンスの内縁の妻だった女性、パッカーソンさんと言うんですけども、実在の人ですね、この人。この人も西川秀子さんに演じてもらってやって、在日の人も犠牲になっている部分があるんだということを、話していました。それからもう一つは、山本美穂さんという人が拉致されているんですけども、これも拉致を隠蔽されている部分があるので、その美穂さんが自宅に電話したことがあるんですね。電話の交換集があったときに、そのエピソードなどを交えて、ちょっと今までにはない、いわゆる子供がさらわれた親の悲しみというだけではない話を作ってみようと思いましたので、ぜひその辺をお楽しみくださいと、ちょっと語弊がありますけど、ただ映画ですから、やはり感動があって、楽しめないと、逆に、そういう運動としての効果もないと思いますので、それなりに頑張ってみました。若いスタッフもキャストも全力でやってくれましたので、どうぞよろしくお願いします。では上映します。よろしくお願いします。